おはようございます。池田です。結論から言います。あの、ホイールをマビックのオールロード SL ホイールに交換したんですけども、ギアが2枚ぐらい軽くなったって感じる。あと、タイヤが5ミリぐらい細くなったって感じる。よく言われるんですけれども、本当でした。<laughs> えっと、今、あの、新しいホイールを、えー、準備中でして、前、前のハブがインダストリーナイン、ちゃう、えー、前のハブがそんな便ないのも、後ろがインダストリー9のソリックスっていう、えー、手組ホイールをですね、今準備してる、え取、ー、った,たところなんですけれども、なんとそのタイミングで、完成間際のタイミングでですね、えー、もう一個実は気になるホイールがあって、それをですね、あの、試せるということになりまして、んで、 大,大本命を装着する前にこっちをですね、ちょっとやってみたという感じです。あの、僕、今回はですね、手組ホイールをですね、あの、選んだんですよ。っていうのが、缶組ホイールっていうのと、手組ホイールっていうのがあって、で、どっちしようかなって、まずこう、最初、ホイールを新しくするときにですね、あの、スートラ LTD、悩んでたんですよ。で、その時に、まあ、今回は、まあ、実用的な面も含めて、ダイナモハブを使いたいと。あと、インダストリーナインの、 えー、新型のソリックサーブを使いたいということで手組みホイールをこう選んだんですね。で、カーグミホイールの方をもし選ぶなら何選んでたかってなった時に第一候補がこのマビックのオールロード SL っていうやつだったんです。で、これがですね、あのー、非常に良かったです。えー、まあ、何が良かったかっていうと、あのー、 韓国に、韓国じゃ、完成者の、えー、ホイールですね。をもともとこのスートラ LTD に装着してたんですね。で、それを、えー、昨日の夜ですね。あの、オールロード SL に入れ替えたんです。で、入れ替えて、もうよりこう、違いが、もうホイールだけの違いがわかるようにと思って、タイヤはそのままにしたんですね。タイヤそのままでマキシスの、あのー、 ディーコンレース。もともとついていた、感染者についていたものを使って、チューブレス仕様で、ポコンと同じような仕様で入れ替えた。だからホイールだけ今違うっていう感じなんですけども、えー、えー、これで走ってみたところ、よく言われるじゃないですか、あの、ホイール変えたら全然違うよ。 まあ、重量が違うのはもちろんわかるんですけども、走り心地が違うよ、軽いよっていうのを、こう言うんですけど、やっぱりそうやって体感で言ってる、体感したことを言ってるんで、具体的な、えことではないと。どんな、そう、抽象的なことなんで、まあまあまあ、伝えにくさはあるんですけども、あの、今回ですね、あの、乗ってみて、あの、まあ <laughs>、同じなんですけど、実感しちゃったんで、 ちょっとそれをですね、今、こう、記録というか動画にしてるという感じです。えー、ギアがですね、軽くなりました。<laughs> はい。いつも使っている、えー、このギア。ギアがまるでこう、2枚分、軽くなったような感覚がありました。あのー、調子がいい時は2枚、普通の時は1枚っていう感じですね。なんで、あのー、普通の時で、 なんかこう、踏んだときにですね、なんていうかな、ちょっと下り坂に入った感じがする。<laughs> 平坦ないつも走ってる道でも、なんかこう、下り坂を走ってるかのような、あれあれもう、いつもと使ってるギアが違うよみたいな感覚に、えー、なりましたね。これはあの、速攻なりましたね。あの、<laughs> 走り始めて装着して、かえホイールを変えて、 で、一番最初の、最初とか、よいしょって踏み出してた時に、ブン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 ってこう、スピード上がるじゃないですか。その時に感じたんですね。あれなんか軽いなって。普段のこう、体感してるスピードと同じぐらいになるんですけども、それでも軽いというのを、ま,あ、まず感じた。ギアが2枚ぐらい軽くなったと。 調子がいい時ですよ。さすがに3枚、4枚はないかなと思ったんですけど。あのー、2枚ぐらいはなんかちょっと違うような気がしましたね。で、もう一つ。えー、こぎ始めて、まあ、しばらく経つじゃないですか。しばらく経って、ずーっと進んでいって、巡行してる時に、えー、感じたこと。えー、タイヤが5ミリぐらい細く感じたというところです。これ一体どういうことかというと、あ、 別の言い方で言うと、センタースリックのタイヤになったような気がしたという感じです。えー、っと、このリーコンレースのタイヤは、えー、29の2.25っていう幅なんですよ。なんで、ミリで直すと、だいたい57ミリほどの幅があるんですけど、50ミリちょっと、52ミリぐらいの幅のタイヤをつけたような感覚になったと。まあ、その感覚っていうのは、えー 止まりにくい。止まりにくいっすわ。スーってこう、進んでいくような、なだらかに直進していくような感覚があるっすね。ある。本当にある <laughs>。あのー、幅は変わってないんですよ。幅は変わってないんですけど、なんかこう止まりにくいんですよね。あの、舗装路も。んで、センター、今、 ブロックタイヤなんで、センターもブロックがあるんですけども、ここはまるでスリックタイヤ、つるっとしたタイヤになったかのような、あの、止まりにくさですね。スムーズさっていうのを、えー、感じましたね。はい。今、あの、山を登ったり、すごいオフロードに行ったりっていうのは全然してないんで、あの、平坦な舗装路ですね。を走って、これだけ。 感じたかと思ったんですね。まあ、スピードを上げていく時ときと巡行して同じ速度でこう、走っているときに、この、えー、二つの違いが感じたと。で、これがですね、意外と街中で走ってるときに効くんですよね。聞いてきたんですよね。っていうのが、信号待ちがあるんですよ。信号待ちと、信号がない道があって、信号待ちのときは、要するにスタート、グググググってスピード上げるじゃないですか。あれが、まあ、何回か。 あの、普段走ってる道があると。ほんで、逆に、信号がないところですね。あの、なるべくこう、引っかからないように進むっていうところに、直進がすごい長いところがあるんですよ。そこは、巡行でこう、ずっとこう、走るんですけども、えー、その時にですね、っ、ほほ、ほほ、っていうぐらい、<laughs> なんかこう、思わず <laughs>、ニヤニヤしてしまう感じの軽さがあったと <laughs>、えー、えいうのがですね、初回の、えー、レビューになります。 それも間違い,い、違ったですね。で、この、オールロードなんですけども、あのー、新しくなったんですよ。マビックのこの SL シリーズですね。えっ、ー、とー、カンホイールって、この一体型のホイールなんですけども、リムがですね、あのー、前のモデルとちょっと違って、広くなったんですよ。ちょっとこれはタイヤつけてるんで、もう全然わかんないんですけども、うん えー、今、内幅が 25mm っていう幅で、結構ですね、広めの仕様になりました。で、フックレスっていう、まあ、あのー、タイヤを引っ掛けるビートの、この引、吹く部分がない、ちょっと軽いやつになったんですね。えー、まあ、それはそれか。それは前か、らか。えー、まあ、ひとまず幅が広くなったと、えー、いう感じです。なんで、今のタイヤの事情、えー、グラベルロードのタイヤ事情にこう合わせて変化してきてるなっていうのは、 えー、感じましたね。で、この、今、ランドにもつけてた、このリムの形状と非常に同じで、あのー、必要なとこだけこう、強くして、あとは削ってて、薄くしてるっていうこう、ものになるんで、ここが太くて、ネジがスポークが入ってるとこだけ太くて、あとはこう、凹んでるんですよ。だから、ポコ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 と、えー、アルミリムなんですけど、なってるだと,というやつが、この、SL ですね。 いや、ほんで、ロゴが変わったんか。ロゴがオールロードって。シルバー系のロゴになったという感じですね。はい。いやー、しかしですね。あ、そう、あと、完成し,してた自転車のあの、缶組ホイールとも違って、このスポーク、もうあの、平べったいエアロスポークになったんで、 きしめんスポークですね。横から見た時のこの印象もですね、ちょっと変わったっすね。なんかちょっとスポーティーになりましたね。スポークの、あの、なんていうやろ。力というか、えー、インパクトがだいぶでかくなったなというふうに、えー、感じましたね。面白い。<laughs> もうね、この、あの、こんなに、 こう、待ち望んでた、その手組ホイールのパーツがけて、今からさあ乗ろうかっていう場合に、えこっち装着して走って、うるわーってなってるんで、カスむっすよね、もう、ほんまにもう、困った <laughs>。で、えっと、あ、そうそうそう。この、この、最近、ここ最近で、あの、海外の方でですね、アンバウンドグラベルっていうあの、グラベルのイベントが、 開かれてるんですよ。で、そこでですね、ちょうどタイヤを調べてたこともあって、タイヤ事情をずっとこう見てたんですよね。で、その時に気づいたことが、数年前のその、まあ、グラベルのも代表するイベントなんですけど、えー、イベントのタイヤを見てると、ちょっと細めやったんですよ。で、もっと前はもっと細めやったんです。 30c 30の後半38とか40ぐらいやったのが、40から45。で、今回はですね、なんか45から50ぐらいのタイヤが多いなというふうに感じました。数年で劇的にこうタイヤをなんか装着してる幅がどんどん太くなってねって思って、ちょっと今見てるんですけど、まあ一部のところだけ見てて、ただの あのー、勘違いかもしれないんですけどね。なんかすっげえ太くなっていってるなっていうふうに感じました。で、このオールロード SL が、あのー、今のこの 30mm の、ちょっと、3 0ミ m ちゃう。ちょっと内幅が 25mm っていうちょっと広くなったやつで、えー、対応してるタイヤがですね、3 0ミリから6 4 64ミリっていうむちゃくちゃ幅が広い、 ものになったんですね。で、その、タイヤが太くなる傾向にも合わせるっていうのと、あの、最近のそのリムの内幅広くするっていう、まあ、傾向も合わさって、2 5に合わさって、このオールロードの許容タイヤ、装着できるタイヤ幅を、全開まで行かせるのは、こいつやろうと思って、スートラ LTT のこれやろうと思ったのも、 あの、一つあったんですよ。その、カングメフルの第一候補に上がった時に。まず、あのー、普通にこう見ていくと、グラベルロードで、このオールロードの最大、まあ、指定幅、64ミリのタイヤを使用できるグラベルロードってなかなかないんですよ。なかなかない。大概、えー、50ミリまで。で、行っても53ミリ。 まで。っていうのが多いんですよ。で、それ以上の幅になると、あの、ハブの規格が変わるんですね。ブースト規格っていうマウンテンバイク規格になるんで、それ以上のタイヤ幅を装着しようとすると、この軽量なオールロードホイールが使えないと。使えない。なんですが、このスートラに関しては、これ使えるっていうですね、あの、ジャストフィットな点があって、っていうのが、ハブがロード用なんですね。 前後。前後、ロード用なんで、100の 12mm と 142mm の 12mm なんですよ。なんで、オールロードホイールはもうズバカーンズバカーンと入るんですよ。で、しかも、えー、ストライル TD、えー、タイヤのクリアランスが、えー、2.4なんで、だいたい、なんぼや、60mm ぐらいまでいけると。えー、64mm ぐらいになると2.5ぐらいになるんで、さすがにちょっと、まあ、フロントはおそらくいけると思うんですけど、えリアはですね、ちょっとギリギリで多分、返えてくるんじゃないかなと。 なんで、その2.4インチ、29の2.4インチとか、そんな、あの、マウンテンバイクのもう、タイヤまでガツンと飲み込めるオールロードのこの、許容範囲。で、逆に、あの、グラベルの30ミリとか35ミリは、まあ一般のその、幅であるんですけど、その、でかいやつですね。太いでかいやつを、え、ー 許容できる、このオルーロード SL のオイルの、えー、太い方の限界まで楽しめるっていうのは、これやろなって思ってずっとこう興味があったっていう感じですね。いやー、まあそれがちょっと言いたかったんですよ。なんで、えー、っと、まあ実際にこの、つけてみて、走ってみたんですけども、まあ、<laughs> 全然僕、完成車のホイールでもう満足やなぁと思ってたんですけど、やっぱちょうっすね。違う。あのー、ホイールをこう交換する前に、もう体にその、完成車のホイール、どんなものかっていうのをう染みつけとこうと思って、足に染みつけとこうと思って、ほんでこの前あのー、 すっげえ投げグラベルに走りに行ってみたんですよ。長い登りと長い下りと、で、そこまで行くまでのすごい道のり、平たんな道のりっていうのを一日でこう体に染み込ませて、で、その状態で、えー、新しいホイールにパコーンって変えたら、うわ、ちゃうやんけっていうのをこう体感しようと思って、えー、事前準備みたいなのをやっとったんですけど、やっぱ違ったなっていう。 感じですね。まあ、あのー、想定してたホイールとはちょっと別のホイールで今や、試してるんですけど。いやー、なんで、あの、ダイナモライトを前につけないで、こう、ハンドルにつける、こう、USB タイプですね。USB タイプをつけたりするんだったら、これありやな、というふうに思いましたね。で、そのさっきの、えー、アンバウンドフラグル。で、ライト事情もちょっと見てたんですけども、あの、バッ、 ダイナモライトもそうなんですけども、バッテリーライトっていうのも、増えてるなと思いました。その、ライトの本体から線を出してえ、バッテリーを別にするっていうタイプですね。それやったら、ホイールを、えマ、ー、イハブ、軽い回転にしたまんま、えー、バッテリーから供給するで、結構明るいライトをこう使えるよというような、えー、仕様でもいけるよと。なんかそういう組み合わせも、えー ちょっと増えてきてるんじゃないかなっていうふうに最近感じますね。はい。えー、ということで、えー、今回はですね、マビックのオールロード SL を、えー、スートラ LTD コナル自転車につけてみまして、で、その初回、えー、走ってみてどうだったかっていうのをですね、ちょっと動画にまとめてみました。えー、早速ですね、あのー、山、ヒルクライム行ってみようかなと思いますんで、また色々走った、えー、結果をですね、えー、ご紹介できればなと思います。 はい、ホイール面白いわ。おもろい。これ、インダストリーナイトそんな便大もんやったらまたこう違うからな。このハブの音も、この、この、このね、このハブの音が変わるだけでも楽しいですけどね。ははは。はい、ということで、えー、オールロード SL、えー、見て、付けてみた感想でした。どうもありがとうございました。